吉谷さん、クラブハウスってこのね、これですね、クラブハウスなんですけども、これ私はね、すごくえげつないね、格差を感じるアプリだと思いましたね。というのがね、 YouTube っていくらでも動画を発信することできるじゃないですか。クラブハウスって誰が喋るかっていうのは本当にね、視聴者さんが認めないと喋る権利が与えられないんですよ。そう考えていくと、ほとんどの人は喋りがいけてないのと、喋る勇気がないのと、人にも認めてもらえないので、喋る権利って与えられないんですよ。で、何が格差なのかというとね、一方的に聞く人が 99%、一方的に喋るだけの人が 1%、そして喋りが面白い人のところには、すぐにね、作ったルームに人がわっと寄ってくるんですよ。だから、例えば私がクラブハウスでやるとするじゃないですか。私のトークにあんまり人が集まってくる魅力がないかなと思ったら、対談相手を募集するんですよ、そのルームに。で、実力のあるインフルエンサーさんと対談をすると、人がわっと寄ってきて自分のことを知らせることにもなるんで、そういった影響力のある人はギャラを払ってでも来てほしいんですよ。で、それこそ5分でいいから30万払うんで来てくださいって言ったらどうですかってことなんですよ。ということでね、今回私もね、招待を受けて、いろんなところでね、講演活動させてもらってるんですけども、これえげつないですね。むちゃくちゃお金動きますよ、これ。はっきり言ってお金がない人がさらにお金がなくなる仕組みで、プラスお金がある人がさらにお金が増える仕組みですね、これ。これえげつないですね。ですんで、自分だけ招待されないと思ってね、焦らないでください。これはね、トークの力がある人か、もしくはいくらでもこいつお金払うぜって人しか招待されないと思いますよ。で、なんかずっとやっていくと、そのうちね、誰もがもうすでにそこに参加するようになると思います。その頃にはあんまりお金動かなくなると思いますけどね。で、今はね、クラブハウスしてる人としてない人とで、ある意味自分はまだクラブハウスに招待されてないっていう焦りからでしょうね、お金を払ってでも誘ってもらいたいみたいなことがあるんで、早速そういうマーケットできてますよ。なんか10万円で招待しますよみたいなね。なんかすごいですね、この仕組みはね。はい、いってらっしゃい。